おはよううごごござざいいいままますすす渡辺美塚です動画をご覧いただきましてありがとうございますあの今まさに出勤前です,すごい時間ないんでいろいろ見てる暇ないんですけれどもあの変なあのファットですね FUD が広まる前にちょっとあの言っておきたいことがありますえっ、ー、とですねけさ IOHK のチャールズ・ホースキンソン氏がこのようにあの、まあ、動画出してるのを見つけたんですけどもこれはあの訴訟についてですそれで、えー、と前のですねあのリサーチ会社ちょっとこの記事なんですけどコインテレグラフさんの記事のことをね挙げてましたんで、えー、と前,前の,そのリ,リサーチパートナー ゼットエングループから訴訟を起こされているということであのこれ全部読んでないんですが知的財産権をめぐってです、ね、あの訴訟を起こされているというお話でしたでチャールズさんがおっしゃるにはこれ2018年のまだあのマイケル・パーソンス氏がカルダナ財団の会長を務めていた当時のことをめぐって起きていることなんであのちょっと私チャっと聞いただけなんでねあの不正確なことがあったらごめんなさい IOHK とは関係ないということですで私の記憶ではあの I、OH、K は IOHK 年にも 何回かコード書き換えてるんですよねだから知的財産権例えばその、まあ、プロトコルに,にしても行動のことにしても、まあ、うちらの、ね、使ってんじゃないかみたいなことで言われてるにしてもあの全部一からね書き直したしかも何回か書き直してるんですね行動を。でそういう意味あのそういうまあ私の記憶もよみがえってきたんですけれどもあのチャールさんはこのことは一,一切ね IOHK、えー、と, I、OH、K とは関係ないしこのことがあちょっと変なあのあすみません、えー、とこのことがですねあの影響する これからの開発だとか IOHK の,そのまあこれからの,なんていうのまあロードマップというんでしょうかねそううあのまあ業務に影響を与えたりとかあのそういうことはないと言っていますのであの必要以上にあの変な情報不安を煽るような情報に惑わされないようにしてくださいということです。あの大丈夫だと思いますで うんまあ、結果はまだ分からないですけどもとにかくあの知的財産権をめぐって訴訟を起こされているんだとしたら今の IOHK の開発には私も関係ないと思います。なぜなら行動を何度か書き換えてるって私何回か2018年にねあの書き換えてでその証拠といってはなんですがシェリーのすごく遅れましたよねシェリーの、えーとまあ、開発がね、まあ、遅れたというよりまあ遅れているように見えてるというかあのでそ,うそういうことも今となって。 ではあのじゃあなんで遅れたかっていうと行動をもう一ゼロからあの最初から from scratch って言ってましたけど最初から書き直したんだっていうことを、えー、言ってましたのであのとにかくまあ不安に煽られないでくださいということでそこの辺はねぜひあの日本のコミュニティとしてもねあのしっかり気持ちを持っていきたいなというふうに思い配信させていただきました最後までご視聴くださいましてありがとうございましたそれではまた次の動画でお会いしましょう。